家島諸島は、瀬戸内海東部の針真灘にあり、東西 26.7km、南北 18.5km にわたり大小40、あまりの当初で構成される、兵庫県の諸島。2006年の市町村合併により、姫路市に編入された。兵庫県の淡路島と香川県の小豆島と本州に囲まれ、面積は19.7平方キロメートル。人口は、 約8000人で約60%を家島本島に住む。首都は、坊瀬島、男鹿島、西島、太島、倉掛島の6島。家島本島の新浦、宮が中心集落で、古くから天然の良港として瀬戸内海航路の用地、避難港であった。花崗岩の切り出しと漁業、海運業が主な産業だが、 第二次世界大戦後の乱獲と水質汚染による漁獲現象で現在は観光漁業と養殖が中心。一部は瀬戸内海国立公園に属する。地元では家島ではなく江島と呼ばれる。家島諸島のうち名前の付けられた島は27ある。このうち人々が住むのは家島、坊瀬島、小賀島、西島の4島。 家島諸島主要部の空中写真。1999年4月21日撮影の14枚を合成作成。インゲ島左手前より、葛島、松島、小津富良島、大津富良島、長島、三津頭島左から、葛島、小津富良島、大津富良島,島、三頭島、長島、松島。 日本の気候区分でいう瀬戸内海式気候に属する。平均気温は2月摂氏4.8度から8月摂氏26.5度と温暖。降水量は国内では比較的少なめ。家島諸島には旧石器時代から弥生時代にかけての遺跡が見られ、これらの時代にはすでに人々が居住していたようである。1959年には、 三笠の宮高人新郎を名誉団長とする調査団が1万年から2万年前の石器を太島で発見している。また、西島の丸飛ば浜からは6世紀頃の箱式石棺を持つ20基近い古墳群が見つかっている。家島の名の由来としては、リマ国風土規模群の城に人民、家を作りており、よって家島と呼ぶとあり、現在の家島諸島を 伊藤島と総称していたことが記されている。神武天皇統制伝説において、嵐を避けて、ここに寄港した際に、波の静かさを、家の中のようだと例えたという説もある。演劇式に、家島神社の名前が見え、牧場に30頭の馬を放したとも描かれている。中世以降は、伊藤軍に属し、海運が盛んであったという。江戸時代には、 姫路藩領として、新浦、宮浦、坊前浦を合わせて、家島一村として、対岸の宇佐崎組王将屋のもとにあったが、一時期宮浦の高島家が王将屋を務めたことがあった。1879年に、優等軍から、飾り等軍に変わり、1889年に、家島村、1928年に、家島町となる。離島ゆえに、 飲み水の瓶が悪く、赤穂からの水運搬船や海水淡水化施設などで、しのいでいたが、1984年に赤穂からの海底送水管が開通している。近代以降2006年3月27日までの歴史は、家島町の歴史の項目を、2006年3月27日以降の歴史は、姫路市の歴史の項目も参照。採石と、漁業。 海運業が主である。漁獲量は、兵庫県一で、周辺で獲れた魚を姫路へ運ぶのみならず、1954年頃からは、ハマチの養殖も行われている。採石は、高度経済成長期には、西島や男鹿島から切り出された石が、護岸工事や、海面埋め立てのために運び出されていった。また、これらの石材を運搬する船が多く往来する。 ことから、中小の造船や船の修理も盛んである。新浦港姫路港より連絡船を使用する。姫路港までは、新規バスで、姫路駅南口から94、系統姫路港行き乗車、終点下車。あるいは、姫路市街から、兵庫県道62号姫路港線及び国道436号で、姫路港へ。 家島へは高速家島または高福ライナー、男鹿島と坊瀬島へは、坊勢輝き汽船が運航する。西島へは、坊勢島から輝き観光の船を乗り継いで渡航できる。以前は、姫路市に本社を置いていた家島汽船も運航されて、いたが、2005年5月末をもって、事故破産、廃業している。家島本島では観光用の電動アシスト自転車の、 貸し出しを行っている。家島には、家島コミュニティバスが運行しており、坊瀬島では、坊瀬コミュニティバスが運行している。家島重慶カンカン眺望、ありがとうございます。